純野さんで歌詞を4、5、6年生みんなに書いてもらって学級ソングを作ってみたいと思います。川田のことさんの良さを紹介するさ、今回やりたいと思います、はい、UI 小学校の良さを紹介するさだったら良さを紹介するだから学校にも行きたくなるかなと思ったからです。他に、はい、私も遺跡小の良さをそう紹介する歌がいいと思います。理由は遺跡小の良さ、黒潮台とかいろいろそれを歌に入れてそれをテーマにしたら他の聴いてる人とかも遺跡小いいなとかなるかなと思っています。はい、僕も遺跡小の良さを紹介する歌がいいと思います、うん、理由は、まあ、歌詞を決めるときにもいろんな言葉が入れられる、遺跡小の良さ黒潮台とかも入れられるし入れられていい歌ができると思ったからです。強くなんだよね、言葉が。サビにすごくいいから、ほら、生き生きとかああいうことなんだけど、そういうのが入りやすいようにリズムがあるメロディー聞くから簡単な方法かなと思います。でこの後ですね、2つのグループに分かれるんですけど、 A メロサビ、B メロサビ、まあ、2つそれぞれ作ってもいいし、協力して1曲もちろん作ってもいいし、余裕が出たらこれが一番ちょっと難しいんですけど、 A メロ、B メロ、サビという形で1曲作ってます。あいいよ、お母さんがめっちゃいいじゃん。ボスだね、お母さんの深い書き学校材料だから。マンゴー、バニラだ、肉の多い僕はカシミヤが入れたいです。いいと思います。はいはい、はい、ユリアどうぞ、はい、私はマンゴーの木とかウミガメとか何か2個ぐらい重ねたいです。生き生き精一杯協力、優しい人たち。生き生き精一杯協力、優しい人たち。英語飛べ飛べ、うん、
Thank you.
歌を作るためにみんなで歌詞に使いたい言葉を集めたりして、みんなで協力して難しかったけど作ることができたので、とても思い出に残る歌、楽しい歌になることができてよかったです。僕も初めて歌、自分で歌詞を作って、遺跡塩の良さを紹介する歌を作るために、いろんな遺跡のいいところを集めて、とてもいい歌ができたのかなと思いました。出なかった。で、あとは覚えるのが早いね、みんな。何回かこう通して歌っただけだけど、最後歌えてたじゃん。あれに一番びっくりしました。いい曲ができたかなと思います。また続けて一緒に歌っていきましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。子供たちの授業楽しかったです。初めてだったんですけど、はいはい、なんかよく言葉が出る子供たちですね。だから遺跡の子供たちはしっかり勉強して賢い子が多いなと思いました。ありがとうございました。楽しい時間でしたね。楽しい時間でしたみんなでね、よろってやったからお疲れ様でした。ありがとうございました。またよろしくお願いします。